夢を見た。わからない言葉なのに、私の魂を呼び寄せる声。どうせ今日も電話なんてかかってこない。お電話ありがとうございます。沖縄インフォメーションセンターでございます。はい、獣医さんですね。猫ちゃんの具合が悪いんですね。はい、お住まいの近くに獣医さんがいます。ご案内しますね。はい、もう一度お願いします。いくら、いくらとおっしゃいますと値段ですか？そうですね、2万円ぐらいでしょうか。はい、猫は何匹お持ちですか？わあ、ずいぶん賑やかなお家なんですね。野良猫ですか？なるほど、大事に面倒を見てあげてるんですね。はいはい、それではご案内します。ご利用ありがとうございました。白間さん、お客さんとおしゃべりは禁止って分かってるよね。それじゃあさ、さっきは一体何の話してたの？はい、すみません、日賀さんが野良猫を…日賀さん？どこの日賀さんよ。我々の仕事は情報を提供するだけであって、余計なことをベラベラしゃべるのが仕事じゃないって分かってる？はい、申し訳ありません。情報センターに電話をかけてくる人なんて、インターネット知らない老人しかいないじゃない。暇つぶしの電話相手させられるなんて超つまんないし、意味ないよね。
お電話ありがとうございます。沖縄インフォメーションセンターでございます。もしもし、もしもし、お電話ありがとうございます。沖縄インフォメーションセンターです。申し訳ありません。お探しの食堂はすでに閉店してます。申し訳ありません。申し訳ありません。閉店します。夢で語りかけてくる声、すみません。唯一理解できたのは失礼します、ルマという単語だった。中学校の番号を教えてくれんか。バレー部が強い学校だよ。うちの娘もバレー部でね。子供の頃、台風の時はいつもワクワクして楽しかった。風の中で友達とよく競争した。でもある日、嵐とともに母はいなくなった。
これで全部ですか。うん、はい。頼むね。ウェイス。落とすなよ。ウェイス。ああ、おはようさん。老人ホームを探してるんだけどね。そう、そうだよ。いや、そろそろ諦めてお世話になろうかと思ってね。75歳だから、もう若くもないんだよ。うん、教えてくれるかい。ありがとう。おはよう。